労働や年金などの問題に社会保険労務士が応じる無料の相談会が県内10カ所で開かれています。相談会は兵庫県社会保険労務士会が毎年この時期に開いているもので、神戸市をはじめとする阪神館や豊岡市など県内10カ所に会場が設置されています。会によりますと、先月の法改正で年収130万円の壁が取り払われたことへの影響や、来年度から適用される運送業や医師への年間時間外労働時間の上限に関する相談が増えているということです。前の会社の、健康保険を更新してるんですけど、それが安いのか、あるいは国民健康保険の方が安いのかということをちょっと相談に行ったんですけど、どういうふうにするかというのは分かったんで、いいことじゃないですか。正しい制度を理解していただくとかいうところで、働きがいのある職業生活を送っていただきたいなというのが本当の気持ちですね。まずは勇気を持って相談に来ていただければありがたく思います。この無料相談会は今日午後4時まで開かれています。